はいさーい、 MIC21 石垣店のジョーです。今日は IQ1204 の裏技をご紹介したいと思います。皆さん、今までの本数を新しいコンピューターに入れるって知ってます？知らないでしょう。じゃあ今から説明していきたいと思います。ではお手元のコンピューターへどうぞ。やり方としては、まずログボタンを2回押します。そしてヒストリーによいしょしちゃいます。ヒストリーの状態からアジャスト、ログ、そしてナイトのところのツサのボタンを同時に押すと右上が点滅します。これをこういうふうに押していくと本数を追加することができます。なので5本潜っていて、例えばこのコンピューターに買い替えた場合、5本ということを押してアジャストボタンを押して決定すると5本目から入ることになります。元に戻すときはモードボタンを長押し、ホールドで離すとこれで設定完了になってます。他のソーラータイプのダイビングコンピューターにもこの裏技が使えるので、ぜひ買い替える際はこの機能を使ってみてください。以上、石垣店ジョーでした。